皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。新年早々突然なんですけど、はい、皆さんの体重チェックしていきたいと思います。無理です。やばい、無理、マジで無理。お正月マジ食ってたんだけど、お餅6個ぐらい食いました1日で。そこ出てないですもん。測らせていただいてもいいですか。うわー最悪マジで。はい、ゆずはちゃん、はい、どうぞ。えやだマジで無理、どうしよう。いくよ、いったよ。おおおおおお、えぇーやばーい。マジでぶっちゃけてんだけど。見て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 、ほっそだーん、すごい。エッグの人生で一番痩せてる今。えやばい、めっちゃ嬉しい。1年前 44.9kg でした。ということは 2.5kg。 2.5kg。 おーやったー。これからも頑張ります。頑張ってください。はい、じゃあ次ペコにお願いします。いきますね。いっちゃって。え待って、これやばい。え、ちょっと待って待って、やばい。はい、あ、削った。41.3 でした。笑わないよね。痩せたね。嬉しい、めっちゃ痩せた。くっちゃねくっちゃねしてたけど、一応頑張ってました。ペコリンは、ペコリンも1年前は44.7kg でした。おお、3kg。すごい痩せてる。すごい、すごい、嬉しい。すごいね、やっぱ意識高いですね。やった、痩せた組だね。イエーイ。ペコとゆずはんでした。バイバーイ。はい、じゃあ次はアイサとアイミンが体重測りたいと思います。はい、頑張ります。太っちゃった。私はもうこれを機にちゃんと切り替えるので、ちょっと早いんだって乗るのが。はい、 44.7 です。はい、1年前はちなみに 43.1 でした。はい、太りました。でも聞いてください。身長も伸びました。そう、あ、身長マジであると思う。伸びたよねマジで。身長伸びた、本当にあると思う。身長って何センチ伸びたの。身長多分2、3センチぐらい伸びてると思う。マジか。あ、この間のグランピングの時は多分 45.7 ぐらいあったんですよ。あ、そうなの。ちょっと痩せたってことで。うん、痩せた。お願いします。あ、そう、痩せてんじゃん、それだったら。ではアイミンお願いします。はい、わかります。もうマジダイエット頑張るんで、もう責任とくマジで。いきます。大丈夫、アイミちゃん。ちょっと待って。大丈夫、落ち着いて。大丈夫。痩せますね、あの45です。大丈夫です、お正月太りです。マジで本当に太った。本当にマジ頑張ります、ごめんなさい。マジで痩せます。じゃあアイさんもついでに痩せます。ついでに見てた。一緒に痩せよう。じゃあ頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、突然なんですけど体重チェックしてもらいたいと思います。おめでー。最悪。やだな。じゃあマヒロから行こうか。え、嘘でしょ。やだ。じゃあちょっと爪の重さとかあるんだね。やば、最悪。いくよ。ねえ、うちも出してないんだからね。え、でもすごいんだけど、これ壊れてる。え、そんなやつだっけ、マヒロ。てか、そもそもその体重に見えないですよね。そうなんです。え、ほんとに。え、なんで、なんで、怖い怖い怖い。え、待って、こっちの当たっていい。これ、こっち。え、ちょっとなんかね、違うやつね。嬉しいんだけど、信じがたすぎて。え、ほら、違うもん。ほんとだ。え、しかもこっちの方が正確なのかな。絶対こっちの方が正確だよ。でもこっちでいいよ。いいよ。じゃあ、ここをカットで。マヒロ 50.8kg でした。マヒロ 50.8 でーす。はい、続いて。はい、絵も乗っていいの。はい、どうぞ。え、軽っ。 45.4。 痩せました。やったー。かえちゃとまひろでした。でした。お疲れ様です。お疲れ様です。2人の年明けの体重チェックをしていきたいと思います。やばい人気だ。はい、ということで、まずジュナから先に測ります。いきます。はい。どういうこと。 38.2。 ノー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 、どういうこと。ほんまに1年前のジュナの体重
重は 35.5kg。 やばいどうしよう、今日遅すぎる。1年で3キロぐらい太りました。太ったっていう成長中学生なんでまだまだ成長期です、ね、成長期ですね。リワの体重測っていきまーす、はい、え、やばい、ほんまに。でも身長でかいじゃん。ここ待って、この東京で太った。リワの過去は42キロ太ったって、1年前は4キロ太った。ちょっと頑張って痩せます。はい、以上ジュナとリワの体重でし でした。バイバーイ。バイバーイ。お疲れ様です。お正月の明けおめということで抜き打ち体重チェックしてもらいたいと思います。あー、何が取り方だったよね。ドッキリだったよね、今ね。じゃあ早速これ塗っていけばいい、塗りたいと思います。はい、塗れます。わー、よかった、正月太りなしです。おお、40.3kg でした。でした。過去の体重が 41.1kg なんで、まあ、誤差ですね。なんかうんち入ってるか入ってないかぐらいの誤差って。いや、 1kg はでかい。体重の 1kg はでかくないですか。 1kg も変わってる。 1kg も変わってます。あ、嘘。はい、でもケレ、この間ね、私さ、ジョイフィット入ってるんだけど、ジョイフィットでさ、体重やった時あるんだけど、体脂肪率がそのお正月もうまっしぐらだよね。食いまくってる時14だった体脂肪。あー、で去年の夏は12だったの、はいはい、ちょっと増えてんだよね、はいはい、体脂肪。筋肉量も同じぐらい15、うん、だから。でも数値的にはキレイの体重身長で中身のバランスは結構エリートクラスらしい。まあ、めっちゃいい方みたいな、うん、めっちゃいい。でそう見えないのは多分生まれつきの骨格とか肉のつき方が多分生まれつき人それぞれあるから、そんな風に見えないと思うじゃん。筋肉質に見えないじゃん意外と。でも割と中筋肉の、え、でもめっちゃいいことじゃないですかそれ。で、お腹とかでもめっちゃ腹筋ついてません？ちょっと出てきた、引き締まってるめっちゃ。だからお正月太りナッシングでした。素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか。痩せました。いや、マジで痩せた、よかった。太りました、太りました。ダイエット頑張ります。頑張ります。え、でもさ、みんなお正月の割にはじゃない、うん、なんか確かに割にはマジで、ね、体型には気を使って頑張ってください。頑張ります。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネルとチャンネル グッドボタンをよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。